HD179,949 は、伊手座の方角にある6等級の構成である。薄黄色の主系列性で、太陽より厚く、明るい。地球から約90光年の距離にあり、良い環境の下では、肉眼で見ることができる。しかし、通常は双眼鏡以上の器具が必要である。周期約7.07日の時点によるものと見られる変更が見つかっており、 いて、ザ・ V5652 世という変更母子名も付与されている。2000年、アングロオーストラリアン天文台による太陽系外惑星捜索計画で、視線速度法の観測から HD179949 の周囲を公転する惑星 HD179949B が発見された。2019年、世界中のすべての国、 または地域に一つの境外惑星系を命名する機械を提供する i a u 1 0 0ムエクセワールズプロジェクトにおいて HD179,949 系はブルネーダルサラーム国に割り当てられる惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでブルネー国内での先行。 国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、HD179949 はガマラ、HD179949B はマスティカと命名された。これらはいずれもマレー語で、 奇跡や宝石に還元する言葉に由来しており、ガマラは蛇や竜などの体内で作られる魔法の結石に、マスティカは宝石や奇跡など最も美しいものを指す言葉に、ちなんで名付けられた。ありがとうございます。